今日は沖縄出張に来てるんですけど、登ってる沖縄那覇ってとこに泊まってます。カードは木っぽいのにちゃんとなんかセンサー系なの。でね、ちなみにここスタートからスライドドアっていう、ありがたいですね。入り口のドアがスライドドアでめちゃめちゃいいんですけど、まさかのいきなりスロープっていうねキャリーケースとかさ、スタッフさんがさ持ちながらさ開けて入れるのめっちゃ大変じゃん。なんかめっちゃありがたい。お部屋がさスロープってさマジで珍しいと思うんだよね。初めて多分見た時で、まず鏡、全身鏡で結構大きめだからありがたいです。なんで全身鏡がいいかっていうと、例えばさこの辺からこの辺の上だけの鏡ってなってしまった場合見えなかったりとかするの。でも全身だったらさ、まあ、車椅子の子でも、まあ、ちっちゃい子でも、もうほんとさどの身長の方でもさ自分のさ顔ちゃんと見れるじゃん。上だけとかなっちゃうとやっぱちっちゃい子とか車椅子じゃ見えなくなっちゃうから全身の方がありがたいです。ベッドが2つあるんだけど、ここにねテーブルがあるんよね。ちょっとね通りづらいの。ここさスロープ上がってきて普通にこうやっていけるんだけど、こっちにね行こうとするとテレビちょっと向こうについてるんやけどさ、わかる？なんかギリギリじゃない？ね、ギリギリっしょ。ここちょっとその狭いから無理やね、回れないね。配信的な多分さおしゃれなんだと思うけど、ちょっとこの机と椅子はどかさないと通れないかな。で逆にこっちもね、スロープにさ手すりがついてるのはさご老人の方とかもありがたいと思うんやけど、手すりとこの机の間がめっちゃギリで、私の車椅子でギリ通るぐらいだから、電動車椅子の子大きいサイズの子多いから多分ね入らんちゃうかな。この机は動かすことになると思います。大分のホテル動画を過去にアップしてるんだけど、その時に椅子がねキャスター付きでめちゃめちゃ動かしやすかったね。キャスター付きじゃないとこういう風に感じで手すり私手すり使わないから手すりが当たって痛くなるはい。で空気清浄機で、こっちの方はハンガー届かへんな。あ、届くか。ギリですね。あとね、電話の位置がちょっと高い。ここにある。なんかさ、いつも電話とか結構低くない？ここでさ、朝なんかあってさ、ロビーからさ、電話かかってきてもさ、そっちにいたらさ、振りづらいね。で、私も届くけど、手に麻痺がある子とかはちょっと難しいかも。逆にこういうのがさ、上にあっても危ないけど、コーヒー、え？低くない？立派な。立派なコーヒーメーカー。立派な。コーヒーメーカー。あとここにコップとかあります。これ何？これベッド料金？いや、多分このままだから飲むやつじゃない。え、すごいじゃん。おお。すごいです。ちょっと朝は優雅になりそうですね早めに起きて。そうよね。冷蔵庫だな。うん、冷蔵庫には水が入ってます。冷えてますね、最初から。あとはこれめっちゃありがたくて、スリッパ。スリッパがさ、ドアを開けたすぐに置いてあるとこ多いじゃん。普通の方が、まあ、そこでさ、履き替えたりとかするんやと思うんだけど、まあ、車椅子先生にとっては、それ引いちゃうわけよ。そこのすぐあると。だから、いつも、押しとか引きとかでさ、開けて、車椅子片手で声で入って、しかも、スリッパがあるとなると、どかして、みたいな感じで入るから、結構大変なんやけど、こういう感じで、スリッパがね、別のとこにあるっていうのはありがたいです。ここら辺はなんだろう。金庫？金庫だね。あ、すごい。あ、ここにあるんだ。かわいいしね。ね、このね、あのロビーにもあったけど、うん。続いては水回り。まあまあちゃんとしっかり広いタイプで。トイレは、え、まあ本当にこっちの買ったここだけ上がるタイプですね。で、ぬるつりも前動画でアップしたけど、こういう感じね。なんで、全然問題ないです。で、タオルがさ、めっちゃ良くない？なんかこういうさ、シルバーの作りでさ、だいたい上にあるんでね。こういう。上にあって、ね、めっちゃ遠いみたいなこと多いんだよね。大分のホテル泊まった時、バリアフリールーム泊まった時は低めだったの。だから、めっちゃありがたいと思ったけど、これはね、より低いです。これは誰でも届くんじゃない？フェイスタオルのサイズとバスタオル。これでワンセット。ここに、シェービングジェルとか、コットンとか、カミソリとか、ヘアブラシ、歯ブラシとかもあるね。ここも問題ないです。下が椅子があるけど、でもまあ、言うてさ、椅子も端っこに置いていってくれてるから、すごいありがたい。で、障害物とか特になく、こうやって使いやすいし。
こっちにも手すりがついてる。ここにも手すりがついてて、向こうもついてるんで、わりかし入りそうじゃない。あそこにさ、シャンプーとかあるやんか。手すりを使って中に入る子もいるけど、結構車椅子ユーザーって床で入ることが多いの。ここに降りて入るんだけど、届かないじゃん、そうすると。ここに座ったとしても、車椅子ユーザーって座って生活するっていうのを考えると、中に入ったとしても座って、そこ届くかって言ったらちょっと微妙じゃない？ちょっと高いよね。だいたいこうさ、浴槽の縁とかに置いてあったりとかするけど、今回はこれ、あえて上になってるから、下にもし座ってたら、届かないんじゃないかなって思う。私もね、こっからこうやって、それ取る感じ。てか、おしゃれー。しゃれてる。ね。それは思った。ミュウはね、こう、割とバランス取れる方やから、こうやってさ、ここについて取るとかできるけど、バランス取るのが難しいことか、危ないよね。従業員の方に電話とかして、取ってくださいって言って取ってもらった感じの。これとかも、わかる？これ。取れないの、こうやって、おぉ！こうやって一回上に上げて、取るんだけど、こうやってさ、落としてくるな。今、こっちには落っこちてきたけど、たまに顔の方来るから、それ危なくて。で、戻せないしね。一回取ったら、こうやって、縁にかけて、これで入るときに使うって感じ。実際入るときの感じでやると、まあ、こうやってさ、シャンプーとコンディショナーを取って、まあ、床に置いて、お風呂用のマスク持参してるんだけど、それを引いてさ、で、こうやって、降りて、ここを背中につけて、で、入るわけですよ。まあ、ここはでも割と届きやすい範囲かもしれないけど。あとさ、さっきさ、そうそう、荷物置いた時にさ、コンセント、ここでさ、ベッドの縁が結構ギリギリまでなるから、これが限界、この幅が。もっと幅広くなるとね、させなかったと思う。ここのホテルはジムとかプールとかもあるので、それはね、また別の動画で撮りたいなと思います。ちなみにさ、マネージャーさんのさ、お部屋はどんな感じなの？見たいんだけど。エチエチな感じだよ。エチエチな感じです。見たい見たい。行くじゃん。じゃあ見に行きましょう。はい、ということですね。マネージャーが泊まってるお部屋の方に来ました。入っていいですか？どうぞ。お邪魔しまーす。奥まで入ってみ？奥まで入っていって、判定したら分かるから。H H ルームの答えが分かるでしょ。3、2、1、どーん。エロ。何？どういうこと？え、だって普通に向こうお風呂入っててさ、一人ここで寝てたらさ、こんな感じで見れちゃうってことでしょ？え、でもなんかさ、別にニューこっちでのも泊まれるかな？泊まれると思う。だって普通にここ入るし、全然入ったかも。座れるしね。なあ、だってシートいいよ、ここの段差ぐらいか。もちろんさ、ここにさ、あの普通の部屋バリアフリールームとかは止まらないんだけど、ここで降りちゃうもん。トイレが使えないってだけかな。ああ、そうだね。トイレが使えなくてもホテルのどっかしらに共有のさ、多目的トイレは入れるじゃん。だからなんかいつも予約の時にバリアフリールームがないって言われても、館内のどこかしらに多目的トイレありますかって聞くので、もしそれであるって言えば別に最悪部屋取れまれるから。トイレはこうやって行けないけどさ、こうやって降りて、こうやって行けるじゃん。でもこういうのもさ、下げてもらえれば。あ、でもこれ届かないね、この開くのが。カーテンだったらさ、こうやってどかしてさ、こっちまで寄ってさ、こうやってね、伸ばせるけど、これだからちょっとこれ無理か。あ、でもこういう感じ、高いとこにあるって。はいはい、タオルが。そうだね。そう、これがバリアフリールームでもこういう感じで高いとこにあるっていうのが多いの。はいはいはい。そう。でも、あそこの部屋は低かったじゃん、タオル。あれはめちゃくちゃいいなと思って。もしこの辺泊まったらさ、歯ブラシがあったとことかさ、うんうん、遠いじゃんか。うんうん、なんか上だったじゃん、こうトイレの方にあったから、上の方に。うんうん、トイレさ、近くまでじゃなくてさ、車椅子で下に下がって行くから、歯ブラシとかも届かないわけよ。床からの高さは。だからドライヤーがあそこにあったら届かないからさ。反対側に、あ、そう。こっちにあった方が、部屋に持ってきて使える。はい。ということで、マネージャーの部屋はこんな感じですと。全然違うな。いちいちルームです。はい。でも、泊まるのはもちろん一人です。もちろん一人です。寂しい。では、明日何時起き？7時で起きて、そのまま下降りて。ただいまの時刻は、もうすぐ1時でございます。さあ、もうすぐ1時です。なので、そろそろ。はい。おしまいにしましょう。動画ありがとうございました。ってくださって。ました。お疲れ様でした。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。この後ね、沖縄の Vlog も続くと思うんで、そちらも楽しみにしていてください。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。
回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。メンソーエ。